はい、こんにちは、日本美術で世界を元気にする修華堂の田中でございます。絵画骨董買取プロの田中です。国家清和会さんから、雑誌が送られてきましたので、それを今ちょっと拝見しております。この中に国家というのはですね、日本で一番古い美術雑誌でですね、岡倉天心が始めた本で、非常に権威のある研究誌でもありますね。サイエンスの世界で言ったら、いくつか、学会誌有名なやつありますけれども、そういう権威のある論文が載ってる雑誌です。雑誌といってもだからそういう権威のあるジャーナルみたいなものですね。でこの国家清和会というのはその中で、ちょっと軽い読み物が載ってる本ですね。で、この中にですね、田中一村の展覧会を昨年やった千葉市美術館さんの、松尾さんという方がですね、こちらにコラムを書いてらしてですね、とても面白く拝読いたしました。昨年の1月2月ぐらいにやってていたので、ちょうどそのコロナ禍が始まるぐらいの時にやってたんですね。で、田中一村という人はですね、何回かブームがあってですね、もともと最初にブームがあったのはやっぱり NHK の特集か何かだったと思うんです。それまで あまり光が当たってなかったんですが、テレビで注目を浴びて何回か展覧会があって、田中一村ブームと言われたものです。で、生前はですね、ほとんど知られてなかったんですね。で非常に天才的な幼少の頃から非常にうまかったんですけれども、中年以降思うようにこう評判が伸びず、非常にこう悩んだ方だったんですね。ところがやっぱり筆さばきはやっぱ非常に素晴らしいので、改めて、平成のように発見されて世に出た作家といってもいいと思います。で最終的に奄美大島で、たくさん非常に緻密な絵を描いてですね、後で発見した人に非常に驚きをもたらしたんですけども、で、この千葉市美さんは結構田中一村さんに取り組んでて、いくつか購入もされたようなんですが、面白いなと思うのは流行り物に飛びつくのに敬遠してた方たちも、改めて見直す機会となったというふうに言われていてですね、それで、前ブームの10年前 のブームの時にですね、見てなかった人もいたと、つまり田中一村という人を初めて知った方もいるということに改めて、突き当たったというんですね。で我々美術館さんと美術賞を含めてですね、美術業界にいると、あれは流行ってる流行ってないとか、そういう、流れを見てしまうんですけれども、一般の方はですね、必ずしもその流れを全部知ってるわけではないので、意外にですね、自分たちは流行りだ流行りじゃないかとかって言って、考えてるけれども、ずっと追ってるわけじゃない方での美術ファンなんかの方にしてみたら、初めて見たっていうようなことがね、起こりうるということですね。ですので、我々もいろんな優れた作家さんも本当に日本だけでも何千人といらっしゃるんですけど、そういう方を定期的にきちんと光を当てていくことの重要さというのをですね、こういう文章を読むとね、思い知らされますね。で田中一村は私どもでも実は、よく扱ってまして、田中一村が立ち寄った非常に縁のあるお家からも、お品物を買わせていただいたこともございます。さまざまな機会に一村の購入の機会があるので、私どもでも販売用の作品も持っております。ぜひですね、田中一村さんの作品をお持ちの方はですね、ご連絡いただければ私どもで、しっかり評価して買い取りますので、ぜひご連絡いただければと思います。私の買い取りは絵画骨董買い取りプロというブランドでやっています。絵画骨董買い取りプロ、連絡先はご覧の通りです。ぜひご連絡いただければと思います。はい、それから LINE で査定っていうのもやってまして、この、動画の下のところに LINE の査定の URL も送って、
置いてますので、まあ、スマホでご覧の方はですね、この、説明欄、概要欄ですね、からクリックしていただければ LINE につながりますので、そちらもご利用ください。はい、ありがとうございます。